お待たせしました。うん、あマジで入ってきました。よし、できた、できましたか。さあ、いくか。動画回復するのに何30分くらいかかったの。30分くらいかかった、ね、30分伸び伸びの伸び伸びのペヤング、やべえ、一番美味しい。ほんと、うん、片目が良かった。片目が良かったね。片目が良かった。しょうがないもん、それ。すっげー量だな、これ。やばっ、これやばいよ。これじゃちょっと量わかんねえ。わかんねえね。わかんないっていうか、わかんねえっていうか、いやすごいんだけどね、うん、ウニマックスする？ウニマックスね。いやもう最初に味変はしないでしょ。もう最初はペヤングで楽しもうよ。なるほどね。これソース2つ入れるの忘れてない？オッケー。これさ、もうこれでソース足りるのかっていう話だけど。そうなんだよね。俺もそう思った。え、何？じゃあ、なんかアイテムあるかと、ちょっと探してこよう。アイテム？はい。何アイテム？いや、これマジか。すごいな。いやー、いけるっしょとか言ったけど、これはマジでやべえな。UFO さんのオイソースがあったんだけど、いやー、ね、あの火薬良かったね。火薬今あとマヨ、マヨ良かったね。ざっときゃね、火薬今はいい。よっしゃ、混ぜたよ。だいぶ混ざる。2個入れればだいぶ混ざるわ。ほんと痛いもん、もう握力、あ、足が重みがすごい。すごくない？やっぱりすごいわ。あの、息巻いてたけど顔隠れるぐらい。やばいな。ねえ、ほら見て見て、これ本当だ。やべ、めっちゃ隠れてんじゃん。よし、じゃあやりますか。やるか。じゃあ残り30分だね。それ水分取っていいの？おっしゃ、いいの持ってる、うん、いいの持ってんね、大地さん。じゃあ、よーい、スタートで乾杯すっか。乾杯しろ。そう、どうせだったら、うん、乾杯。乾杯。じゃあやってやろうぜ。おいしい。うまい。やったことある。素晴らしい。ああ、もう CM 入るね。CM 来るかもしれない。CM 来るかもしれない。ああ、CM 来るかも。絶対来ない。いただきます。いただきます。はじめ。すごいよな。はい、始まりました。なんかオッケー。やべ、麺の味がしない。本当はソースの味がしない、うん、白いとこ振っちゃった。しかもふりかけかけてないんだけど。俺はかけない。かけない人、うん、でも食べきった後最後食べてもらうよ。食べきった後だったら食べるよ、うん、いけるかな。でも思ったより伸びてないんじゃない、うん、今の2口で、うん、多分ペヤング1個分ぐらい食ったので、うん、普通に入るよね。あれは苦しい。これ、ね、これで YouTuber の方が3箱食べてたから。何？これ？うん。やば。じゃあまだね、走りたてで、うん、走りたて一発目がこのベタマックス、うん、いけてる？全然いけてないの多分、うん、これやべえの。でも全然俺まだやられてねえから、やっぱ気持ちでやられたら俺だ、うん、気持ちで負けなければもう、ね、うん、でも部屋にな、え、結構食い続けてるけど、僕これお茶での流し込む方向で言ってたんだけど胃が痛い。
4分40秒え、まずね、想像以上にあるわ。いけると思ったもん、正直。いや、見た感じもいけると思った、ちょっと。こんなにペヤングを、食べることを夢見てた、俺は。こんだけのペヤングにね、やっと出会えた、確かに。出会えたけど、もう別れたの。子供の頃は夢、目の前に来たけど、もう終わりにしたい、その夢。大人になった、俺。俺は大人になっちゃったもんね。これね、やべえわ。てか、半分いけただけでもすごいのかも。まだ6分だから。あ、そうか。じゃあ、出るわ、みたいな感じ。そういう流れだ、絶対ないけどね。これ、やばいな。まだうまい。まだうまい。うまいよ、ペヤングさんすごいね。お前見せろっか。さっきの見せたとき変わんないじゃん。これはすごいね。これ早くあれば俺マジでこんなんだと思ってない。あれ、ウィンマックスどこ行ったの？ウィンマックスなんかやったらもう全然進んでないぞ、多分。え、でもあれじゃない、サラサラになって食べれんじゃない？まあ、仮にサラサラになって食べれるだけも合わないだろ。ペヤングとウニ合うかって言われたら合わないだろ。ちょっとあの、今までにないのをご提案。ご提案。うん、まあ、そうだね。ウニマックス。ウニマックス。単価がすごいね。発酵がすごいからね。プリン醤油でいいのよ。ウニ使わせちゃダメなの。ダメなの、うん、今日無添加だね。無添加。いいウニだな。やべえ。やらねえな。これは無理だわ。終わりが見えない。終わりが見えないんだよな。終わりは見えてるよ。いや、見えてないの。俺にはこれが終わりに見えない。これ1週間分以上のペヤング、ちなみにね、うん、僕動画最適なのは10分だと思うんだよね。もう13分だよね、でも編集するから。なんで俺こんな、編集するから。10分がさ、ちょうどさ、なんとか見てもらえるかなっていう、頑張って見てもらえるかなっていうレベルだと思っててさ、で、リアルタイム、リアルタイムで10分でしょ？練習するから。面白くないとか、カットしての10分だから面白い。そんな難しい、ハードル上げる。どんだけカットすんの、それ。で、箸が止まった。うん、ついにめっちゃ寄せたらなるよ。俺でもそんなことしねえよ、これ食ってる。はかりあるからさ、持ってこれんだけど、どう考えてもこれ振り切ると。確かに、うちの多分1キロしか測れないはずだから無理だね。あと考えたのは体重計に乗る。ああ、何キロ増えるか、うん、あんま増えないんだよね、食べたら。電池なかったかなって感じだからさ。え、あんま増えないんだよ、人は。食べた後消化してきてるから。どこに出てくの？え、消化したやつ。うん、そのまま体重計に乗るやろ、食べた分。乗らないから、名前話ないから。うん、そんな前話しない。どこで発散してるんだ。発散してたら食べれるよ。いや、無理だな。まあ、俺も昨日の何時、あ、でも6時ぐらいか、多分ね、夕方。お、24時間ぐらい食べた。24時間食べてないってことか。でもこれよ。逆に食べなさすぎたんじゃない？あ、かもしんないね。なんか急に食べたから、ね、じゃあそんなところで終わろうか。え、いいのこれで。ダメなの、全然。ダメなの、こんなの。何も残してないよ、俺らは。え、爪痕？爪痕。これやばいな。やばいね、うん、食べきれないね。うん、ウニどうする？え、大奥ってこと？ウニを入れる？ウニを試さなくていいの、せっかく用意したのに。そんなことある？いや、ちょこっとでいい、ちょこっとでいい、ちょこっとでいいってなる。ちょこっとでいい。だからもう動画出した以上さ、うん、試さないで終わるっていうのはさ、
よくないでしょ。カットすんの、ウニのところカットすんの、まるまる。それじゃあね、そうだよ、一応ウニマックスで、あの何、サムネイル、サムネイルウニマックスで撮ろうと思ってたんだけど、撮ろうと思ってたのにもかかわらず誰もやらないっていう。どうぞ。絶対ダメ、合わないでしょ、絶対ウニ合わないだろうけど、ちょっと、ああやりやがこれ食べ物もったいないっていうので叩かれるね。そうだよ、叩かれるね。これでも持ち帰るっていうことで許してくれる。いやでも実際持ち帰るけどね、うん、マジでウニマックスじゃんテンション上がんな。そう絶対上がってないよ。ここにある、はい、それ取った、これこの1個気にしてるレベルの量じゃないんだけどね。はい、ここもじゃあ、あ、OK、もう溜めてるけどね。バコン行ったね、うん、今のいいよ、今のいい勢いだったよ。いや、良くないことだった、ちょっと僕らしくなかった、こんなことするのは。確かに、うん、食材無駄にしちゃいけないっていうことで。本当だよ、食の神に失礼。ちょってみるわ。入れる、あのぬるくならないうちにウニ入れる。うまい。あダメでしょ、ダメでしょ。いや、手洗った。痛いな、もうその部分は俺食わんよマジでね、後でね、じゃあね、うん、食べてもらうしかない。ここはもう、そうそう、後で、うん、じゃあ僕やめとこう、うん、いや、これはマジで、うん、やめた方がいいえ、ウニマックスのご提案、ダメ？ね、なんで今までなかったかっていうの考えた方がいいよ。なんでウニマックスをやってこなかったか、ペヤングさんがっていう答えがここにある。いや、っていうか、その前にうちらの前にもあるけど、ここに他のものが、これがあるんだよ、うん、これはね、やばいわ。ピロンピロン年代がわかるよねねえ、これさ、わかったわかった、うん、諦めよう。これブーじゃないの？ブーじゃないの？反対。反対でブー。うん、でも考えてよ。うん、今16分だよ。うん、諦めた。俺も諦めたよ。え、オッケー？オッケー。何を？オッケーよ、ね、もう。もう一分張り頑張れるんじゃないの？こっから？うん。30分やらない。いや。よし、やろうじゃないか。じゃあ、じゃあさ、30分いくか。30分俺らが会話してるだけの話に動画になるそうだね。元気ないもん。ん、元気ない。元気だよ。いや、元気、箸止まってるじゃん。うん元気ないでしょ。元気あるよ。なんだったらちょっと追い風吹かせられるけど。なんだ追い風、追い風もらおうじゃないか。なんだ、あー、見込みなんでまた逆さになってるっていう追い風なんのか、それだって箸止まってんでしょ。止まってる。疲れた体にはこれだよ。まあ確かに疲れたとかじゃないよ。どうぞ。腹がいっぱいなの。ゲルリポプタンで回復する。ちょっとじゃあいただきます、ね、足りる。ちょっと行こうか。はい、乾杯。ファイト一発違うけどそれはもうね、狂ってんのよペヤングに狂わされてんのよあれ元気、あ、なんかちょっと変わったんじゃない。変わったていうか、こんな噛み切ることないよ。ウニマックスマジで、ね、やばいわ、うん、いや、もっといけると思ったんだけどな。え、締め？え？これ洗ってこようか。あら、お。マジでこんな食えないかな。もっと。
と食えると思ったんだけどな。食えるよ。もうなんかもう取らされてるっすよ。回ってますからね、今も。回ってますからね、カメラ今も。まあ回ってんの？そう、編集させるっす。それで何人前のやつなの？え？これ？これ、これ8人前ぐらいっすよ。全部食べちゃうのそれ？これ、食べようと思って意気込んでやったんですけど、3人前ぐらいで死んでる。食えないっすよ、これ。やばい。うん。じゃあ入れましょう、はい、ここに入れる作業が一番俺好きなんだよね。そういうことここに入れる作業が一番好きなんだよ。これさ、余裕で入るって言ってたけどさ、うん、やばいかも。いや入んないかも、マジで。あ、じゃあこれに入れてどっちが食べたかやる。そうだね、できるね、うん、多分俺だな。俺が負けるはずがないから、悪いけど譲らないよ。大食いの名は譲らないよ。入れんの遅くね、うん、え、もう入れたの？だってこれ、ガッて入れればいい。いや、ダメダメダメ。え、ダメダメダメ。俺はガッて入れない理由があるんだ。ウニ？ウニは、大地さん託すから、これ。え、ウニは大地さん託す。そういうこと？うん、ウニのところは、いいですか？大地さんに託す。はい、うん、これ、引き分け？引き分けなのか？だいぶふわっと持ってってるよ、俺は。はい、じゃあ比べてみる。うん、よろしい？よろしい、よろしい。せーの、ほぼ一緒。同じ？いや、俺の方が食ってんじゃね、うん、え？いや、どう？あ、俺の方が食ってるでしょ。へこんでる？うん、あ、負けてる？あ、なんか俺の方が絶対食ってると思うよ。あ、そうだ、負けてるね。ああ、ちょっと待ってちょっと待ってよ。ここウニだからかわいそうだからあれだけど、残ってんじゃん、麺。なんで無視、なんで無視すんだよ。なんで無視すんだよ。おい、おい、おい、俺今一つ食べた。行くんかい。行った、行った。まだあったかい。まだあったかいんだ。あー、まだあったかい。なんで23分経ってるからね。あ、23分経ってまだ3リットル残ってる。限界です。あ、俺も限界だね。一応味変って、あの、カラムチョもあるけど、カラムーチョ食べにどうするの、こっから食えるよ、ね、今でも食いたいの、パフェの方が食いたい。じゃあ、パフェね。パフェとかだったら食えるわ。はい、やった、ラッキー。やった、ラッキーってある。じゃあこれで、うん、それは僕がもらって、うん、残ししないから。うん、絶対食べてください。うん、それは大丈夫。うん、間違いない。今はやめて。で、うん、で、今日はね、うん、YouTube の壁に見事ね、うん、想像通り。でも頑張った方じゃない？まあ頑張ったとは思うよ。これさ、逆に言うとさ、半分ぐらい食べてる？半分以上は食べたんじゃない？っていうことはさ、やっぱり2人で1つだったらいけたんじゃない？いけた、攻略できたんじゃない？で、半分。大地さん結構入ってんね。え、持ってみ。持ってわかるんじゃない？ほら、もう大さん見て、俺の方が軽いでしょ。ずっしりくるね。どうでしょう。ずっしりくる、ね。俺結構ずっしりは来ないもん。結構食ったんだよ、やっぱり。いや、測っても無理。これ持って。え、あ、ちょっと。いいよいいよ。おー、いいね。お、軽い。すげえ軽い。じゃあ僕の勝ちね。あ？ごまかされねえよ。どんなごまし方で力技しか。測る？いや、測っても俺の勝ちです、うん。でも気になるんじゃない？どれぐらいある？あ、これ？うん。2キロ？いや、2キロないよ。もう。1.8キロぐらいこれ。
細かいね。いや、2キロぐらいあるかも、容器の方も入れれば。あ、測れないや、1キロオーバーだから。でしょ、負けちゃう、大負け、大負け負けでした。よし、よっしゃ。じゃあ、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。参加賞です。もう、これが、食べてんのよ。もう食べたくなってっからね。もう食べたくなってっから。出来立てが一番。あ、今、お湯はいらねえんだ。これもピラミが好きだけど、お湯はいらねえ。やっぱでもこれあれだよね、うん、いや、かなりやって3個分ぐらいあるかもね、量ちゃんと中身やったら。いや、縦もあるからね、うん、でも4個分ぐらいは食べたってことじゃない？4個分は食べたね、うん、1、2、3、4って感じだから、うん、検討したね、うん、美味しく食べれるよっていうことで、今日はこれでしまいにしたいと思います、うん、そうだね、ちょっとあとはもう、はい、動画に載せねえ感じになっちゃうから、うん、じゃあどうやって締める？うん？締め？じゃあ俺の名言で締めるか。お願いします。じゃあ今日の名言いきます。人に与える側の人間なりたいです。はい、はい。いやね。じゃあ、よっしゃ。じゃあこれで行こう。で、こっからだんだん俺が自信満々になって、うん、与える側の人間になったからっていうまでのストーリーだから。そうだね。見守らせていただきます。ご清聴ありがとうございました。レベルが上がりました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。準備はいいかな。レディーゴー。満点。